ケンイチです。とうとう買いました。バイクの夏ジャケを買いました。もしバイクでこけた時のためにもういざっていう時のためにやっぱりジャケット必要だろっていうコメントが多かったんで早速買いましたよ。で、まあ、やっぱり夏ジャケ、冬ジャケで秋と春ジャケツのシーズンを変える財力もなくですね、だからとりあえずあの夏ジャケを買ってで寒くなったらその中に引っ込もうじゃないかということでちょっと大きめなものを買いました。買ったのはコミネ。コミネを買いましたよ。コミネスパフォーマンスで優れてて、そしてやっぱり評判もいいっていうことでコミネ買いました。で買ったら2016年モデル買って最新のコミネ買いましたよ。夏ジャケでは登場していただきましょう。コミネ夏ジャケです。バンバン。どうですかね。わかりますわかりますか、まあ、わからんか。メッシュなんですよ。夏ジャケって言うたらメッシュなんですよ。ですごくメッシュ、シースルーでちょっとエロっちいですけども肌が見えます。実際これを着て乗ったんですけども良かったですね。良かったです。肌がスーッと入ってきて、あのバイクってこういう姿勢でしょ、こういう姿勢でしょ、でこっから入ってくるんですよ、こっから。だからこうね、この脇のところ、脇のあたりから腕のとこから脇のあたりにかけてメッシュになってて、両方メッシュになってこうなってるでしょ。こっから風が入ってきて、で背中に抜けていくっていう感じですね。背中に抜けていく、このなんか風の流れが気持ちよかったです。実際止まると暑いですそれはしゃあないです。ということで、あのこのコミネの夏ジャケは、まあ、詳しくは下の概要欄に載ってますのでよろしければ見てください。低価格にもかかわらずもうパッドが入ってると、常にパッド、いもうすごいですよ。肩これ分かります、これ肩、もう出したらいいんですけども、結構ね、肩、大きい肩入ってるんです。肩パッドで、肘パッドね、うん、で胸位、胸パッド、分かりにくいかなで後ろ脊髄パッドだからフル装備かな。で後ろのここもね、なんかちょっとクッション的になってて、ここもなんかいいのかな、うん、しょおー、あーかっこいいな。バン、コミネの夏ジャケです。なかなかいいでしょこれ、うん、コミネ、まあ来たからこんな感じ。一つお知らせがあります。お知らせっていうのは、ライダーズジャケットって言ったらみんなかっこよく見えるでしょ。なぜか肩幅が良くなってガタイが大きくなる、胸も胸位、胸ゴツボゴッとなって肩も大きくなる、で腕もパッとあるから大きく見える、で背中もなんかこう脊筋がついたみたいになる。後ろこんな感じですでしょ。こうどう、この夏ジャケ着てバイク乗ってたら誰でも男前、ケンイチ理論。やっぱこれ着たらね、こうやっぱりこうシャキッとします、シャキッと。だから乗ってても、まあ、こんなんじゃなくてこんな風にこんな風にバイク乗るから、うん、かっこよく、やっぱり女の子にモテたいじゃありませんか、こんな風に。とりあえずこのコミネの夏ジャケを着て乗った動画があります、よろしく見てください。どうぞ。コミネの夏ジャケ、2016年版最新版の夏ジャケなんですけども、今日は結構暑くて32度ぐらいの、まあ、真夏っていうわけじゃないですけども、ちょっと日が照ってる感じなんですけど、まあ、明らかに長袖やったら暑いという日です。今ちょっと日照ってます。でどうでしょうね、密集なんですごく、あのこの内の方が、外側がプロテクターついてるんですけども、内側の方見えますかね、内側の方は密集なんで暑くないです。で内側から空気が入って、でそれがこう全体に行くっていうか背中まで行くっていう感じがします。この肌色わかるでしょ、ごっつい、もうシースルーですよ、おしゃれですよ。ちょっとあのエロチーかもしれませんけども、でこれはとにかくあのパッドがもうこうグワーッと、もうこっち側ね、肩からこう肘でこの辺まで全体的にパッドがあります。で脅威胸の方もあって、で背中の方にもあります。だから夏ジャケ、まあ暑いから着たくないわっていう方も多いと思うんですけども、思いの外でもね、着てそう暑くなかったというのはケンイチの、まあ、率直な、まあ、感想です。で、まあ、日差し防止にごっつええと思いますね。
まあ、黒なんでね暑くなるんですけども、まあ、日焼けしないというのはいいと思います。でなおかつ安全だということで、皆さんもこの夏ジャケ着てみてはどうですか。安全をまず、安全バイクイコール安全ですよ。安全第一に、そしてツーリングを楽しみましょう。あと追加効果としてかっこよく見えますっていうのもやっぱり胸板が厚くなるでしょ。で肩幅ももっと広くなるんで、めっちゃ男前になったような気分になります気分、顔は変わらないんでね、まあ、ヘルメットかぶってたら分かりませんけども、でもその辺も辻効果としてこれいいですよなかなかかっこよかったでしょ。この後集合写真撮ったんですけども、やっぱりね集合写真撮るとき撮っちゃってこんなんですけどね、こんな風になって撮って集合写真撮るぐらいなんかシャキッとするんですよ。まあその辺が追加効果っていうことですかね。皆さんもバイクライフ、いいバイクライフを送るためには安全が本当に大事です。特に夏は薄着になりがちなんで、こけたら本当に痛いですよ。こけたことはないですけどね、痛いと思います。だからそういう予備のためにこういう夏ジャケを着ましょう。着てかっこよくなってモテましょう、モテましょうね。以上、ケンシが夏ジャケを買ったぞという動画でした。ケンシでした。あー、なんか脱いだら背中が曲がる。